WWS チャンネルをご覧の皆さんこんにちは、藤原さくらです、えー。毎年3年連続出させていただいていてもう年末のこうライブの締めくくりというか総決算みたいな気持ちで毎年臨ませていただいているんですけど今年はこうアコースティックセットだったり普通のバンドセットと違うセットでもあの演奏できたのでものすごく楽しかったです。 デビューして3年ちょっと経ったんですけどあのその中で自分がこれから音楽をどういう音楽をやっていきたいのかっていうのを改めてすごく考えられた音楽のことをたくさん考えられた1年だ,なだったなというふうに思うんですけどあの自分の中で自信を持って聴いてもらいたいと思える EP を2枚出せたのですごく満足しております2019年は あの音楽をたくさん2018年をやってきたのでまた新しいインプットをしたいなと思っていて、えー、舞台をに出演することが決まったのでまたそこで演技をしてそこでもまあ歌を歌う女の子の役なんですけど、えー、そこで得たものを、えー、音楽でまたに変換して、えー、アウトプットできたらなと思います。はい 今年も「カウントダウンジャパンに来てくださった皆さん本当にありがとうございましたこれからもずっと音楽を続けていきますのでどうぞどうか応援よろしくお願いします